ぞのとかチャンネルということで、えー、今回はすごいですねもうやっとこう、うん、みんなが待ち望んだ、ねえー、あのキック界の、えー、振動全戦全勝すごいもう無敗で上がってきた、えー、スーパーキックチャンピオンです那須川天心チャンピオンね、えー、もう今はもうボクサーとしてですから元チャンピオンですけども、えー、その那須川天心選手が、えー、今あプロテストを受けた。 とといいううここでですねね B 級ライセンスっていうことで、ね、私ら A 級から行くのかなと思ったんですけど B 級から行ったんですね、えー、まあ B 級ライセンス ABC、まあ、a, 級 a ってあるんですけども、まあ、一番最初は C からですね4回戦が C で4回勝つ,勝つと6回戦になると BBB 級ライセンスそして8回戦になると A 級ライセンス8回戦から世界チャンピオンまでは全員が A 級ライセンスです。 天野、かなりあの実力者とか、ね、チャンピオンクラスはだいたい A, A からいく人も多いんですけども、えー、B 級からということは本当に慎重に世界チャンピオンを取らそうという考えなんですよね。そしてこの B 級ライセンスのプロテストの相手がすごいですね、えー、3月20日に日本タイトルに挑戦するという挑戦すするぐらいの腕の腕ですよバンタム級の今、日本の1位です、南出選手。 えー、セレスジムの選手ですけども強いですね。日本一位と、えー、プロテストをやると六回戦ですよ B 級っていうのは B 級だったら六回戦とやってもおかしくないのに日本のトップそれも、えー、日本タイトル次に控えたそんな強い選手とプロテストをやったということでそして合格するわけですね。すごいですね。えー、日本タイトルに挑戦するというまあそのチャンピオンがまあアマチュアのね、えー、スターで。 えー、堤選手というねこの選手と日本タイトルをやるというこの選手はもう元世界チャンピオンの比、ね、嘉大悟選手も、えー、引き分けてるんですねそれぐらい強い選手それとやるというその日本の1位で、まあ、タイトルマッチ指、まあ、名所挑戦者か分かりませんけどもそれぐらい強い選手とプロテストでやったということ。 まあまあこの選手に合格以上ということは本当は A 級ライセンスですよね、まあ、B 級から一つ一つこう、えー、まあ確実にキャリアを積んでいこうということでしょうね私はもう <coughs> ぶっちゃけチャンネルでも言ってたんですけども2戦目でね取れるぐらいの逸材じゃないかすごいチャンピオンじゃないかもしかしたら2戦目で世界記録作るぞそれをやってほしいってまあ 多分番組で、ねえー、ぶっちゃけたんたんでも言ったと思うんですけど、まあね、畠山君も2戦目でやってほしいですねってそんな話をしてましたそれぐらいの一代のお夏川天心選手ですよね。というのは所属事務の定見さんが、まあ、じっくり行こうということで B 級ライセンスからやろうということですよね。その相手があ A 級ライセンスのトップランカーというこれ B, B 級ライセンスのテストにしては厳しすぎませんか ね、私、ニュースで映像を見たんですけども、早いですね、もう天心選手のシャッサッサッという動きと、まあ、相手も本当にいい動きなんだけども、それに向かって、さっとカウンター取ったりね、えー、左ストトレー当ててたりしてますね、まあ、私も前から言ってますけども、夏川選手はね、やはり、えー、スピードがある。ねえー、選手でやった時も もうとにかくボクシングのスキルが良くてさっさっと動いてバーンカウンター相手がどこが空いてるかもさっさと見分けてバーンと左フックでカウンター取ったっていうねとにかくまあキックボクシングの時の勝利もパンチを利用しながらの勝利だったと思うんで、えー、やはりボクシング向きかなっていうのはあボクシング の人たたちは分かっていと思いますねじゃあ、あの相手のね、スパリングの相手の南出選手のコメントを紹介しましょう。えジャブと左のカウンターですね、速、まあ、いっていうことですね、ジャブと左のカウンターが速かった、本当に意識を断つような、そういうカウンターだと思います。とにかく速い、もう見えないえ、ジャブはかなり意識,た意識していたんですけど、もらってしまいました。え本当に振動じゃないですか まるでレーサーサ、えー、ね、まあ、私もぶっちゃけチャンネルでねミット持ったりねしたんですけどとにかくスピードがあるそしてキレがあるカウンターがうまいっていうね戦いの中でこうパッパッパッと組み立てていくそういうセンスを持ってますね。えーまあ、計算してこう流れを、ね、読み取っていくって頭の良さもあるし、まあ、ボクシングスキルはかなりありますよね。 えーまあ、私も竹原君も畠山君も言ってたけど世界チャンピオンにまあほぼ確実になるでしょっていうそういうセンスは持ってます、えー、セレスボクシングジムのセレス小林会長が言ってますね速いしパンチの反応が素晴らしい、えー、短期間で対応してきた選手、えー、の塊と感じた、えー、こんなスター選手がボクシングに、えー、ボクシングに来てくれるのは嬉しい花があり ボクシング界を背負っていく逸材だと思いますっていうね、えー、まあ、格闘技界から来たからなんだっていうことはボクシング界言いません。とにかく、えー、パンチのセンスがあるなら、えー、まあ、ボクシングを利用してくれるなら嬉しいということで、えー、歓迎してますね、えー。私もそういう意味では本当に歓迎してます、えー。どれだけのボクシングの世界チャンピオンになるのかっていう、それは楽しみですよね。そして南で選手のね、えー、所属してる。 事務の会長元スーパーフライ級の世界チャンピオンですよねその選手その会長が相当褒めてますからそれはやっぱりかなりすごいんじゃないですかセレス会長もサウスポーだったんでそのサウスポーの世界チャンピオンだったセレス小林会長がサウスポーの ナスカ天津チャンピオンの動きを褒めてるということは相当な性質を持ってるということですよね。セルス会長は4階級制覇したレオ・ガメスというのをね左フック一発だったと思いますけどね計算ずくでね、えー、フェイント入れながらカウンターでドーンというで倒して勝ったと思いますね4階級制覇してるスーパーチャンピオンを左フックだったと思いますそれでぶっ倒してますからすごい選手ですよ。 まあセレス小林会長は現今プロボクシング協会のね会長しておりますからそのプロボクシング協会にキックのすごいチャンピオンがね人気あるチャンピオンが来てくれるということは本当に嬉しいと思っていると思いますよまあ私たちも嬉しいと思いますね。ボクシング界が発展することで全ボクシング関係者は嬉しいと思いますからねそして世界の一にと言われているねプロモーター本田会長 その会長が言ってましたよ学習能力が高い期待をしている10倍くらい早く学習する10倍ですよ <laughs> すごいですねそして60年以上やってるがあんな選手は見たことがないそれはすごいですね経験持分って言ったらすごいチャンピオンペン出てるんですよそして本田会長はもうね世界中の優秀な、えー、選手たちとねつながりを持つぐらいの、えー、もうみんながミス,ミスターホンダーミスターホンダーというぐらいのね 皆さんが本田会長に試合を組んでほしいというぐらいのすごいもう世界では知名度の高い人気のあるプロモーターですからねまあそれぐらいのそのボクシングキャリアもあるトップ世界のトッププロモーターが言ってる60年以上やってきてるがあんな選手は見たことないすごいですね。 半端じゃないですね。で、まあ練習も一生懸命ということなんですけども、本田会長はこうも言ってますよ。スパーリングでもほとんど打たれないということをね、えー、言ってますね。すごいですね。やはり当て感、よけ感、半端じゃないですね。まあそういうのは私たちは今まで見てきましたけども、さらにボクシングに集中して強くなったんですね。えー、これからなんか本当に楽しみですね。次回のデビュー戦も情報入れますから楽しみにしてください。